どうも、ポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、龍が如くオンラインやっていきたいと思います。はい。ちょっと噛んじゃった。それではってなっちゃった。では、龍が如くオンラインやっていこうと思います。ラウカーロンじゃ。今日は絆ガチャ。スーパー絆ガチャ。はい、そうですね。30体プレゼント。いやー、来ましたね、また。迷う。迷うけど、ポチはもう決めたんよ。おー、決めた。もうね、うん、ポチはもう決めたの。そこで見なくても大丈夫だよ。あ、そっか。うん。押すとき見りゃ。こうか、うん。決めてるんだ。まあ、いろんな方がいますよ。はい。でも、うん、ポチはもう決めた。決めた。うん。誰にするんですか？いるけど、こんなに。うん、いるね。いるけど、もうね、見てくださいよ、うん、この一番最初、おお、マジマさん、はあ、ポチが龍が如くを始めたきっかけですよ。まあそうでしょうね。始めたというか、一番最初に出てもめっちゃ嬉しかったやつですよ。はい。なのでマジマさんを強くしたい。なるほど。もう愛を貫くと。もう前島さんを強くしていく。おー、なるほどね。なのでセレクトする30体全部もう前島さんにも使うわ。なるほど。いきます。はい。前島さんが30体も来る。そうだね、大変だよ。すっごいガチャ、うん、引いちゃう。国が終わるもん。国が終わっちゃう、うん、前島さんが30体もいたら、うん、青なのに割れちゃう。さあ、ここで2枚抜きあるか。いや、これ2枚抜きもあるのか。ありえるよ。あ、すごい、金がいっぱい。金がいっぱい、はい。これはじゃあ真島さんだ。ああ、なるほどね。これが真島さん。やった。いや、すげえな。すごいわ。もう見事にあれだね、マジマだけをセレクトし続けてるもんね、ポチさんね。すごいっす。マジマさん、組長の男気を感じたわ。マジマさん大好きだからね。そうだね、うん、いや、まあそこはもう原点回帰は大事だと思いますよ、やっぱり。いや、でもこれで30体来たから育てたいと思います、うん、はいはい。じゃあ次はレオの番。はいはいはい、来ましたね。来ましたね。レオの番ですけど。お。いや、迷ったんです。僕はちょっとポチさんみたいにね。うんうん。もうこの人だけをみたいな感じのことが仕切れるわけではなかったので、うん、まあ、龍が如く全体で言うと箱推しなのでね。はい。で、まあ、迷った候補をね。あ、教えて。言ってこうと思いますよ。そう、迷った候補とかもなかったから。まあ、いっぱいあるんですけど、うん、まあ、それこそさ、サンタ、あの秋山さんとかさ、うんうん、この真由美とかさ、あと正月のこのてるちゃんとかさ、うんうん、僕持ってないから。あ、そうだね。あの、始めてなかったっていうのもあるしね、うん、っていうのもあったし、あとはやっぱりなんだろうね、大悟とかもそうですしさ、うん、親父大悟なんかもそうだし、うん、あとラウカーロンもそうだし、うん、とか、サンタマユミはポチに持ってないの、ね、あと何より、この中にもう当たりがあるかもしれないんで言いますけど、言うたら、うん、あとこれも何よりね、この斜めの人ね、ああ、ね、まさかとかもね、あるわけですよ、うん、で、あと花見系ね、うんうん、花見のお二人だったりさ、うん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 、この花ちゃんと秋山さんともそうだし、うん、あとこのさ、はるかとかもさ、なんか強いわけじゃないですか。ね、うん、だから本当にやっぱりいろいろ迷ったよ。それは親父三人衆も強いしさ、うん、強い強い、一体も持ってないしって思って非常に迷ったのですけど、うん、まあね、ほんと最後まで迷ったところで言うと、やっぱこの方ですよ。ほう。この方はさ、すごい悩んだ。まあ悩むよね。そりゃね、ただやっぱ、最後まで候補に上がってた、うん、上がってた。
上がってましたよ、そりゃ、うん、だって持ってないんだもん、うん、で、組員にも煽られるんだもん、うん、持ってないのっつって持ってないのって。うん、でも、俺はだからあれですよ、ポチとはまた違った形の男気を見せたいと思う、うん、おセラーはセレクトしない、お自分で引く、取る、自引きする、よし。だからここでだってこれだってこすられるもん、うん、そんな逃げの一手はしないですよ。ほう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 。僕はもうねあれです、これにします、花見秋山さん。ほう、もうね単純にやっぱ究極闘技ですごい強いっていうのもあるし、うんうん、まあ、連撃の構えっていうのもありがたいしとか、うん、もあるし、何よりやっぱりあのこのデュエットの時のイベントで取れなかったの結構悔しかったので、なるほど、ね、どちらもね、うん、花ちゃんもすごい強いし迷うんだけど、うん、でもやっぱ秋山さんかっこいいしさ、うん、っていうのもあるので、もう本当にこちらをね取っちゃおう、セレクトします、うん、そしてここでセラさん出る分にはいいんだもんね、セレクトしてないからね。そうだね、セレクトではないからね、でしょ、うん、でもそれで見せてやりますよ俺は。よし、行くぜ。ここを取り、はい、これを取ることによりこれがまず赤、おっ、ここでね、来るのよセラさんが。そう、セラさんも来るのよ、ほらほら、いるじゃん、セラさんじゃない、これは。だって心なしかこのボールも斜めじゃない、全部両方斜めです。最高、どっちが秋山さんなのかもわかんないけど、この角度、この斜めの角度が、この何、左上のやつが花ちゃんが近いから秋山さん、でこっちが秋山さん、右下のやつがセラさん、こっちが。でもね、なんかそこの竜のこの分かる文様がさ、縦にまっすぐになってるから、こっちは秋山さん。あ、その、じゃ下のが秋山、あ、そう。秋山さん。いくよ。チェンジ。違った。はい。いや、でもまあ、あれです。この街を救った人は、やった。伝説的存在でした。その伝説が終わった今、カムロ町を取り戻すのは俺たちの仕事です。気負わずやりました。いや、いいですね、こんなセリフだったんだね、かっこいいね。でもこれで私のセレクトはまあやっぱりそう簡単には斜めに来ないですよ、ね、もう俺もう地引きするまで斜めって言い続けるから。もうずっと来ないよ、そしたら。いや、もう仮に来なかったとしても、いや俺はなんとかして手に入れる、なんとか、うん、それが俺の唯一見せられる男気だと信じて頑張ります。よし、頑張って。はい、まあまあでもね、単純にもうこの花見の秋山さん嬉しいので、30体だからね。そうですね、またセレクトあると嬉しいですね。ね、来てほしいな、楽しみにしてますし、うん、これからも楽しんでいこうと思います、うん、その時までにはセラさん取ってられるといいね。そうだね、次のセレクトだとさすがにもうセレクトするかもしれない。ダメ。こんなこと言ってて意志弱々かって思うかもしれないけど、ちょっとねそこはあれなので、でもまあ、うん、まあ、そこも含めてね、楽しんでいきたいと思いますよ。はい。はい、じゃあ今回ここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。